里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。里崎塾の日がやってきました。はい、レッスン5。早いですね。もう5になりました。なんかね、好評らしいです、はい、ですね。世の中の人にめちゃくちゃ来ますね。いや、すごいですね、コメント欄見てね、はい、皆さんいろいろ考えてもらって、はい、本当にありがたかったですね。ですね。あの宿題皆さんちゃんとやってくださって、はい、ねえ。でもね、はい、まだまだ分かってない人がいていや、難しいですよ、あの宿題。難しいですから。難しかったでしょ。難しいですよ。知ってます、はい、キャッチャー、はい、あれ1試合130球ピッチャー投げたら130回しなきゃいけないんですよ。そうです。そんな1回1球 ごときで何分もかけてたら試合終わりませんよ、はい、で皆さんすごい真剣に考えたと思いますよ。そう、もうさらっと1球、ね、あとね、コメント欄に、はい、真ん中から落ちるフォークじゃなんでダメなんですかとか、はい、あとインコースストレートって言いましたけど、それ山張られてホームラン打たれたらどうするんですかとか、はい、アウトコースじゃなんでダメなんですかとか、あの納得できないんでしょうね、はい、そうですね。あとあの谷重さんとかゴルトさんとか、はい、他のあの名プレイヤーたちも入れて、はい、違う意見も聞きたいとか、納得できないでしょうね。僕の意見じゃね、結構いるんですね。いるんでしょうね、でも言いたい、ちょっと強めにね、あのそれは2番手以降ですよとかね、はい、それはその考えは浅いですよって言いましたけど、はい、それ皆さんがプロ野球選手に言ってることですよそうですねって思ったら言えます。え、ちょっとムカついたでしょ、はい、そのちょっと違うことで、なんでお前こっちだってなんでダメなんやみたいな、そんなもんインコースストレートいきなりお前山張ってホームラン打たれてランナーなしやろお前、はい、一発狙って打たれたらお前どうすんねやとかね、はい、思うじゃないですか、はい、ね、皆さんもね、いろんなすごい根拠書いて、はい、コメント欄送ってくれたじゃないですか。すごい長く書いてくださった方もいて、はい、それでアウトコースの球選んでた人ですけど、はい、ああ分かるって思うのもいっぱいあったんですよ。そうなんですか、はい、でその低めのね、フォーク、インコースからフォークっていう意見も、うん、こあ内容とかこう行く意味見たら、はい、ああ分かるっていう意見も多かったんですよ、はい、結局ね、これが正解ってないんですよ。僕はそう思うだけで、別にあのインコースまっすぐを2打席目にやってもいいし、1試合目やんないで 2試合目に思い切ってシフトチェンジしてもいいんですよ。別にいつやってもいいんですよ。僕はそっちの方がいいんじゃないのかなって思ってるだけで、でもそれがうまくいくかどうかは分かんないんですよ。って考えたら正解ないでしょ。そうです。あくまで里崎流のレギュラーってことですね。そう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 、あとは想定、妄想、仮説、仮定、すべて含めた駆け引きなわけですよ、はい、考えたら、はい、言えます。そうですね。みんなめっちゃ考えてるんですよ、はい、ね、それを頭ごなしに、はい、それ間違ってますって言われてくださいよそうですね必死で考えて、はい、って考えたら、ね、これだけでもリードが正しいか難しいか悪いのかとか、はい、ね、なかなかよく分かんない、ね、ことだと実感してくれたと思うんですよ。そうですね、うん、これがね、分かってくれただけでもう塾終わってもいいです。いや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 、なんかまだ続きがね、楽しみだって方もいらっしゃる。まだいます、まだあります。いやいや、まだありません。ありますけど、はい、もう僕それで十分なんですよ。はい、そのもう言いたかったことは伝わったと。そうです、そうです、はい、だからもう結果論でごちゃごちゃ言わないで、はい、自分もそのリードをああでもないこうでもないって言いながら楽しんだ方がいいやないかと。ああ、そうですね。しかもレッスンの方で言ったでしょ、はい、自チーム以外のチーム、ファンじゃないチームのことを見て批判しなさいと、はい、でなんて言ったら、もうそれでまず言います。いや、でもコメント欄にこれを教えてくださいっていうの結構ありましたよね。コントロール悪いピッチャーのリードとか、はいはい、します。いや、でももしかしたら草野球とかアマチュア野球とかでそこまでそのプロのエース級じゃないピッチャーってまあいらっしゃるじゃないですか、うん、そういう時どうやってリードしたらええんやみたいな。コントロール悪いピッチャーのリードの仕方、はいはい、あります。あるんですかそれあります。今日ははい、ぜひお願いします。まあ僕の意思はもう伝わったと思うんですけど、はい、今度は皆さんの意思を聞いて、うん、それで対処の仕方を教えます。はい、コントロール悪いピッチャーはもうやり方は2つしかないんですよ。2つ、はい、へー、もうピッチャーに伝えるのは2つです、はい、だからまあ簡単に言うと、はい、ストライクゾーンがね、まあこうあったとしたら、はい、縦に線引いてもし右バッターいたら、うん、内か外、へえ、で、の目安でいいよと。それだけですか。え、投げれないから。コントロール悪いピッ
投げれる、そんなそんな無茶言ってもダメ、はい、もしくは、はい、ね、高めか低め、もう2分割しか求めない、あ、そうなんですね、だって投げれないんだから、まあまあまあ、そっか、え、じゃあもうこの2つのリードでいいよってことですか、そう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 、その代わり、はい、強く投げてこいよと、うん、もうとにかく低め、はい、もうインコースでもアウトコースでもどこでもいいから低めに強く、はい、もしくは高め、うん、インコースでもアウトコースでもどっちもが強く、とにかく高めに強く、はい、もしくはもうアウトコース高めでも低めでもどっちでもいいから、とにかくアウトコース寄りに来ればいい、うん、逆にインコース寄りに来ればいい、うん、もうそれでいいんですよ、もちろんでも球種はありますよね、ありますよもちろん、はい、でその時に構え方も大事なんですよ、キャッチャーの構え、キャッチャーの構え方、はい、キャッチャーの構え方、だいたいホームベースがねこうあった場合、ここら辺構えるんですよ、はい、アウトコースインコースともに、うんうんうん、こんなコースギリギリに構えたところで、はい、こうわけないんですよ、はい、でもコース構えたいですよね、うん、その時にもしここがホームベースだったら、はい、こうやって構えるんじゃなくてこうやって構えるんですよ、手だけ、え、手だけインコース、手だけアウトコースで構えるんですよ、手だけ、体寄らない、こうやって、はい、体をこうやって寄らないです、確かにキャッチャーの人って要求によってこうやってね移動しますもんね、体に寄ったら何が起こるかっていうと、はい、逆球来た時に対応しづらくなるんですよ、だってコントロール悪いでしょ、はい、ここ構えててここくりますからね、え、こんな楽することあるんですか、全然あるです、へえ、超逆球、ここ構えててここくることもあるんですよ、はい、そうなってくると、はい、あんまりコースによると対応しづらくなるんですよ、はい、逆球来すぎて、はい、だその時は変化球でもアウトコースきっちり構えておくと逆球来てこことかもあるし、インコースより構えててもここぐらいワンパン来ることもあるんですよ、はい、でそうなるとパスボールしたりとかワンパンブロッキングできなくなって攻撃する部分が増えてくるんで、手だけっす、はい、で体を一緒にするとここインコースこうやって構えておくじゃないですか、構えてて逆球来ても対応できますよね、体がいってるん で、はい、でそこで手だけで逆球来た時にも対応できるようにしとくことが大事なんですよ、これはまあタッチャーとしての考えですね、これ要求の仕方ってことですね、でもその中でピッチャーもっとうまくリードしたいじゃないですか、はい、その時にピッチャー、僕はこれはコントロールいいやつも悪いやつもそうなんですけど、ピッチャーに必ず確認することがあるんですよ、はい、それ何かっていうと持ってる球種がもしストレート、カーブ、スライダー、シュート、フォーク、はい、この5球5種類がもし持ってたとするじゃないですか、そしたら本人に言わせます、はい、あの自信がある球から言ってくれっていう、上から、お、一番自信のあるストレートですとか、はい、次スライダーですとか、うん、次シュートですとか、はい、でフォークですとかカーブです、うん、カーブ一番自信ないですと、はい、でも投げれますとか、うん、っていうのの、その優先順位をまず僕は全員に聞くんですよ、はい、だから新しく入った新人ピッチャーでもあの持ってる球種を聞いて一番上から自信のあるために言ってくれるし、はい、でそれがあんまり自信ないっていうやつでも受けてたら結構いいんじゃないのっていうのもあるんですよ、うん、だからそこら辺はコミュニケーションしながら、あとは試合で実践的に打ち取ることとか、あの打ち取らせてそれで自信持たせてそのランクを本人の中で上げていってやろうという努力しますけど、基本的にはこの順番を聞いてその上からリードしていくんです、はい、早めに、うんうん、で余裕がある時は早めに使ったりとか、基本は上から3つぐらいを使いながらリードしていくとコントロール悪くてもそんなに荒れない。プロ野球選手でもこの2分割でもうリードするしかないなっていう選手とかもいたんですか？全然いますよね。中継ぎ以降のピッチャーとかほぼ俺ですよ。え、そうなんですか？え、なん中継ぎの人ってでも本当にいい、ね、まあロッテで言うとね、はい、小林正秀さんっていう、はい、もう西武ねタイトルの取った選手いますけど、まあほぼこれですよね。そうなんですか？その代わり球強いから。あ、なるほど。球が強かったらもうこれでもいけるってことですよね。全然いきますよね。だもうちょっとレベルが上がったら、はい、4分割ですよね。あ、9はね、はい、いない。そんないない。え、じゃあ9だったら誰ですか？まあ言えばもう挙げられる。ロッテだったら小宮山さんとか、はい、あとはヤクルト石川、はい、菅野とかもいけそうですよね。だもう超トップクラスだから9は。え、そうなの？基本は4、はい、でね、あとも言っときゃいいんですよ、はい、これはもう実例ですけど、うん、あの全然変化球ストライク取ってこないやつがいて、うん、はい、もう全部ど真ん中投げろって言ったんですよ、うん、そしたら言ってきました、そいつ、はい、佐藤さん本当に真ん中でいいんですかって、うん、打たれますよって、はい、いや絶対打たれへんと思う。え、なんでなんですかって言うから、いやな、真ん中でいいよって言って、はい、真ん中に投げれるようなやつに真ん中いいよって言わないって言ったあのお前はコントロール悪いんだぞ、そうそう、どうせお前はコントロール悪いんだから、はい、真ん中狙っても真ん中投げられへんやろって言ってそしたらな、はい、ベースあるやろ、いい感じで散らばったらストライクゾーン広く使えるぞ。なる
ほど。そいつなんて言ったか知ってます？確かに自分にコントロール悪いって分かってるから認めたわけですね。そうそうそう。そんなね、はい、いや菅野にね、うん、真ん中でよ言わないでしょ、うん、投げれるやつに精密にこう、ね、投げれるの、ね、投げれないから言ってんのに、うん、だからね変化球とか地震のやつはど真ん中めがけて投げろって言うんですよ、はい、どうせ知らばりますから、うん、ストライク取れます。誰に言ったか知りたいさすがに知ってます。あ、知りたいですか？知ってる。南っていうロッテのピッチャーです。知ってる知ってる。なんちゃんがね、ま、はい、っすぐのフォークばっかり投げてカーブもいいんですけど、はい、なかなかカーブちゃんとストライク投げてきようとないんですよ、はい、だからど真ん中投げろって言って、はい、あと古谷っていうロックのやつがいたんですけど、分かります。古谷になんて、はい、ボール球一生投げんなって言ってました。ずっと真ん中の方、真ん中行けない。全部俺の出したサイン、いや古谷は4つぐらい投げれるコントロールそこそこいいから、はい、でもこれっていう球がないだけ、でもすごいいい球投げれるんですよ、はい、だから言ってました。もうボールでも神経質だから、はい、すぐ甘く入ったら打たれると思って、うんうん、コース投げられるから逆についてきて、はい、ボール先行になって打たれるっていうパターンが多かったんで、へえ、俺が出したボール球のサイン出す以外は、うん、ボール一生投げになっちゃったえ、じゃあでもその理論って本当にアマチュアの方とか草野球でも使えますね。そういい球投げるからもう無理にリードしないで、うん、いい球を真ん中に投げるといいんですよ。どうせ投げれないんですから、うん、どうせなんかまあそうですね。あと大事なのが、はい、カウントは2ボール2ストライクでもう勝負です。こっからもうなんか余裕見せずだめです、うん、それなんでかっていうと、はい、3ボール2ストライクになるともう投げれる球種ほぼ1個しかないんですよ、はい、コントロール悪いんでしょ、うん、もうその球しかない。もうそれ力勝負になるんで打たれるリスクが高まるんで、はい、もう2エンド2でもうほぼストライクゾーンで勝負です、はい、でそうなるとバッターもひょっとしたらまだ何か来るんじゃないのかっていうところで中途半端になってくるんで、うん、そこでもう3ボール2ストライクになったらコントロール悪かったらもうまっすぐか、もしスライダーが得意だったらスライダー永遠投げるしかないんですよ。で見たことあるでしょ、コントロールピッチャーで3、2になって永遠1の球種投げて、はい、で球種変えてフォアボールってよくあるんですよ。もう2エンド2でとにかく勝負です、はい、3ボール2ストライクにしちゃ絶対ダメです。もうそうなったらもうあとはもう僕が思ってたのは、はい、神様お願いします打ち損じてくださいこれです友達なんでも神様お願いする。いやもうだってもうエンドレスその球種だからほか他ちゃんと投げられへんねん。それしか使えないから、うん、ってなるんで、はい、カウントはもう2エンド2で勝負す、はい、であの球種自信がないのはもう初球とかもう余裕がある初球ワンストライクぐらいの超余裕がある時にうまく使いながら絞られないようにする。ボール先行したらもうその得意なやつ行くしかないんで、うん、それをもうやるしかないんですよね、はい、でねまだここでコメントあります多分、はい、球の遅い人はどうしたらいいんですかっていう、はい、力ある人はいいですけど、うん、球遅い人はどうしたらいいんですかっていうのがあるんですよ。解決策あるんですか？解決策、はい、ありませんそんな球遅くてコントロール悪いピッチャー抑えれる方法あるんだったら聞きたいっちゅう、はい、そうですねそしたらそのピッチャーにもうちょっと頑張ってもらうしかない。もう能力上げるしかないそんなのそれはさすがに無理はいということで、はい、今回はですね、はい、まあ、あのコントロールが悪いピッチャーのリードの仕方をお教えしましたけど、はい、うん、草野球で使えると思うんで、はい、まあ、しっかり使ってみてほしいですね。それすごく単純でしたね。いや簡単でしょ、はい、だって2分割にするか、まあ、いい球を真ん中に投げてもらうかみたいな。そう、うん、だってそれぐらいしかできないんですから簡単も何もそれしかできないんですから、はい、そうですね、はい、皆さん勉強になったと思います。そうです、はい